ミセス・ロビンソンは、ポール・サイモンが作詞、作曲したサイモンガーファンクルの楽曲。1967年12月公開のアメリカ映画、卒業のサウンドトラックで初期のバージョンが使用された後、翌1968年2月2日にフルコーラスで録音され、4月発表のスタジオアルバム、ブックエンドに収録されるとともに、シングルカットもされた。BMI 調べによる、 20世紀にアメリカのテレビやラジオで最もオンエアされた100曲のランキングでは600万回以上のオンエアで7位にランクインされた。タイトルは映画、卒業の登場人物に由来している。また、フルバージョンで追加された歌詞の中には野球選手、ジョーディ・マジオに対してどこへ行ってしまったのと呼びかけるフレーズもある。この曲が発表された後、 ディマジオがそのことについて起こり、告訴も考えているという噂が流れたが、サイモンとディマジオが同じレストランで食事をしていた時、ディマジオはサイモンに、俺はどこにも行っちゃいないよと語り、サイモンはそれに対して、ディマジオがアメリカの英雄であると考えて名前を出したことや、あの歌詞は、正真正銘の英雄が不足していることを意味しているということを語ったエピソードがある。 アートガーファンクルは自分のソロ公演でこの曲を歌う際、ディマジオの名前を別の選手の名前に変えることがあり、日本公演では、大貞治と歌ったこともある。また、1999年3月8日に、ジョーディマジオが死去し、同年4月25日にヤンキースタジアムで行われた、ジョーディマジオ追悼試合にて、サイモンがゲストとして招かれ、本曲を喧嘩として、 ギター一本で歌った。母国アメリカでは、総合チャートのビルボードホット100で、サイモンガーファンクルにとって2作目の1位、獲得曲となり、ビルボード誌のアダルトコンテンポラリーチャートでは4位に達した。また、グラミー賞では、最優秀レコード賞とポップロックコンテンポラリー賞の2部門を受賞した。一方、映画、卒業及びサウンドトラックアルバムの好評に反して、 アカデミー賞にはノミネートすらされなかったが、サイモン自身の発言によれば、そもそもノミネートのために必要な書類を書き忘れていたという。イギリスでは、早く家へ帰りたい以来となる全英シングルチャートでのトップ10入りを果たし、最高4位に達した。また、後に本作を含む4曲入り EP も発売され、この EP は全英9位に達した。日本では、 映画、卒業が日本で初公開された、翌週の1968年6月15日に、独自企画のシングル、サウンド・オブ・サイレンスの B 面曲として発表された。10月には、本作を収録した、アルバム、ブック・エンドも日本発売された。ミセス・ロビンソンは、卒業以外にも、下記の作品で使用された。レモン・ヘッツは1992年に、 ミセス・ロビンソンのカバーを発表。アメリカでは、ビルボードのモダンロックチャートで8位に達した。ヨーロッパやオセアニアでは、ビーイングアラウンドとの両英面シングルとしてもリリースされ、イギリスでは1992年12月5日付の全英シングルチャートで初登場し、九州チャート圏内に入って最高19位を記録。 ニュージーランドでは1993年3月14日のシングルチャートで9位を記録した。この曲は、レモンヘッツのアルバム、It's a Shame About Ray にボーナストラックとして収録された。レモンヘッツのバージョンは映画では、ウェインズワールド2でオリジナルバージョンと共に使用されたのをはじめ、カーラの結婚宣言、アメリカンサマーストーリー、あいつはママのボーイフレンド。 ウルフ・オブ・ウォール・ストリートで使用されている。また、ドイツで制作された、アウディ A6 の CM、グラデュエート・スプーフでも使用された。この CM は、卒業のクライマックスシーンを模しており、ダスティン・ホーフマンが、アウディ A6 を運転して教会へ向かい、結婚式中の花嫁を乗せて、アウディで走り去るという演出になっている。ありがとうございます。